今夜8時、あの場所で。突然だが、俺、ガストアドラーは今、グリーンイーストにある寿司屋に来ている。どうしてこんな場所に来ることになったのか、自分でもよくわからない。一緒にいるメンバーは、ドクター、ジェイ、それからブラッド。いや、なんでなんだ？マジで、なんで俺はこの場に呼ばれたんだ？ブラッド、ガスト。今日は俺とビクターの誘いに応じてくれて感謝する。いやビクターとアクアリウムの話をしていたら無性に寿司が食べたくなってな。いやいやいや、なんでだよ。なんでアクアリウムの話をしてたら寿司が食いたくなるんだよ。それって普通なのか、俺が気にしすぎなのか。まさか観賞用の魚について話していて寿司の話に飛躍するとは思いませんでした。よかった。俺だけじゃなかった。まさかドクターが言ってくれると思わなかったけど、よかった。声をかけてもらえてよかった。この回転寿司店、リトル東京にオープンした当初から気になっていたんだ。仲間の絆を見せつけろ。同期対抗クイズ大会。さあやってまいりました、同期対抗クイズ大会。司会進行役のビリー・ワイズです。今回は13期からオイラとグレイ、そして11期からアッシュ・パイセンとオスカー・パイセンが参戦。各ペア回答者を1人選出し、同期に関するクイズに答えてもらいます。今回の回答者は13期グレイ、11期オスカー・パイセン。相棒のことをどれだけ理解しているかが試されるよ。ちなみにしれっと始まりましたが、もしもこのペアとこのペアでクイズ大会をやったらという設定でお話は進みます。状況説明はありません。どうぞ。第1問、同期のあの子が好きな食べ物は。好きな食べ物、グレイ頑張って。おい、司会進行役は黙ってろ。応援は大事でしょ。細かいこと言ってないで、アッシュパイセンもオスカーパイセンを応援してあげたら。アッシュの好きな食べ物か。よかった、これならわかりそうだ。